はいどうも、うさおでございます。想定外なことが起こりましたね。ディスティニーチャイルド、なんと、リリース前に、イベントね、先行公開っていうね、まさかの前代未聞の事態が、起きてるので、まあ、今回は、まあ、なんと、リリース前、アップデートイベント先行情報まとめになってます。まあ、基本的に僕が、初見で読みながらスクロールしていくので、まあ、いい感じに編集して、まあ、わかりやすくしておきます。まあ、カットとか使ってね、やっておきます。それでは行きましょう。アップデートイベント情報先行公開正式サービス開始直前。2017年11月12日予定より、正式サービスが開始されます。で、イベントを公開いたします。イベント情報。絆の力を解放すると、クリスタルプレゼント、絆ブースト、親密度みたいなやつか。で、600クリスタル、300クリスタル、100クリスタル。これガチャ石ですね。まあ、これ本当に達成しやすいんじゃないか。600、9の1000か。1000なんで、2000個で1回引けるんだったかな。イベント期間終了時に、条件を達成したチャイルドを所持している必要があります。まあ、なるほど。12月1日までに、絆クラスを S クラスにしておけばいいと。まあ、だから、実績でもらえる感じじゃないのね。ミッションでもらえる感じではなく、所持していれば、日付を過ぎればもらえるってわけですね。あ、ここ本当にわかりにくいな。で、7日限定の豪華報酬がもらえるミッションイベント、デビルフェスタ。これは新規ユーザーの7日間で、豪華な報酬ですね。あ、セブンナイツでいうあの7日間の奇跡みたいな感じですね。ミッションを達成するごとに報酬を獲得できます。すべてのミッションを達成すると3000クリスタルゲット。まあ、いいな。3000クリスタルでかいですね。10連1回分。で、ログインするだけで豪華報酬をもらえる。8日の約束。おお、なるほど。登録時から8日間 ?8 日間毎日ログインで最大3600クリスタル、8万ゴールド、オニキス4万8000個。ダビー、リザ、モナがもらえる豪華なキャンペーンとなってます。キャンペーンとなってるらしいですね。あ、これで、煙突できるのかな。ダビー、リザ、モナ。で、クリスタルもらえる。8日目2000クリスタル。すげえな。いいな。いいですね。で、次。ストーリー第6章公開はまだ1章もわからないけど。6章公開記念ピックアップ召喚。お、召喚。あ、イブ来るんだ。イブとフレイですね。がピックアップ召喚で確率アップで召喚されます。ブラッドジェムが3個おまけについてきます。お!いや、イブとフレイいいんじゃない?このフレイってのがかなりのディーラーってかアタッカーだったらしくて、まあ、リセマーランキング1位にしているサイトが多いですね。フレイ。まあ僕はイブを狙います。まあ、てかどっちも出るまで引きますよね。まあそれがいいんじゃないかな。あ、で、ホジゴチャイルド15体いる。イブ、フレイ、マルス、エルメス、ヘラ、パンテオン、アリア、ヘスティア、ランフェイ、シュリンクス、ルサルカ、コーガ、ディナシー、マフーデド、メブ、わからないけど、イブとフレイはこれでピックアップされると。まあだから複数チャイルド、ホジゴチャイルド出るまでやってみるといいのかな。で、ホジゴチャイルド召喚券っていうのがね、事前登録でもらえるので、まあそれも当てにしていいっぽいですね。で、アップデート情報。ストーリー6章まで公開。あ、ベータテストでは3章までだったストーリーを6章まで公開しました。なるほど。じゃあ、ベータテストやってた人は3章まで知ってるんですね。で、ストーリーでのドロップ内容変更。なるほど。ベータテストでは一部チャイルドのみだったボイスを全チャイルドに実装しました。すげえ。で、一部チャイルドのスキル効果、名称の修正。あ、これはわかんないんで、やってないんで。で、シナリオプロフィール、テキスト集で、絆解放に必要なオニキスっていうのが、で、オニキスで絆解放すれば、さっきのイベントのクリスタルがもらえるってことがここでわかりましたね。で、図鑑で絆シナリオ閲覧。まあ、これは、親密度を上げると、新しいシナリオが閲覧できるようになるっぽいですね。キャラごとの。で、召喚時必要なクリスタル量減少?すげえ。しかも1900クリスタルで召喚できるっぽいですね。おっと、これはすごいんじゃないか。てか3000クリスタルじゃなかったですね。で、召喚をより楽しんでいただけるよう演出をリニューアルしました。あ、まあ、これはちょっと映せないんで、各自見てみてください。フレンドガチャで獲得できる報酬バランスの調整。あ、ゴールドとオニキスがもらえると。
で、バトルブーストでのゴールドルール。ちょっとバトルブーストはわからない。で、夜の世界の各コンテンツ入場レベル条件。デビルランブル、アンダーグラウンド、探検の入場可能。これはあのイベントダンジョンですね。確かレベル10で入れるんですよ。あの、海外版だと。まあ、そのレベルを、まあ、調整した。下方修正したのかな？で、イベントダンジョンのゴールド獲得量。これもなんか毎日ゴールドダンジョンやるらしいですね。で、デビルランブルのマイレージポイントの獲得ルール変更。これアリーナかな？デビルランブル。あ、これが多分メインコンテンツになってくるんかな。で、アンダーグラウンドで獲得できる報酬の調整。まあ、この辺はまだちょっとわかんないですね。探検の報酬追加。まあ、ちょっとこの辺一時停止してみてください。わからない以上、なんか下手な解説できないので。で、夜の世界にショップがオープン。これはあの特別ショップですね。スペシャルショップとかなんかパッケージとかもらえる。まあ、課金ショップっていう言い方が正しいんですかね。で、各種イベントキャンペーンで獲得できるクリスタル量の変更。あ、これあんまりクリスタルがね、配られなかったらしいんですけど、まあ、これで今、なんか調整されて、情報修正されてるんで、クリスタル入手しやすくなって、ガチャ引きやすいみたいですね。で、動作の軽量化。はい。まあ、この辺は機能面の解放ですね。あ、シェアガチャ受け取り方法。LINE アカウント、Twitter アカウントで連携を行ってください。これ片方でしかできない。いや、2つできるはずだ。最大獲得数は2体まで。ですね。終わりました。というわけで、まあ、ディスティニーチャイルド、明日の12時、配信予定なので、まあ、そこからバーって皆さんやると思うのでね、多分通信障害が起こるので、早めにログインしてみましょう。ということで、今日のね、ディスティニーチャイルド、まあ、記念すべき1本目、正式版1本目の動画、以上になります。楽しみにしてます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。